ちょうど練習試合プレーボールがかかったところ、予定よりも3分ほど早くプレーボールがかかりました。今日はストライクゾーンでの勝負ということを言っていた吉見、打ち上げた打球は左中間へ、センターフライでワンアウトです。センターの藤井がボールを掴んでいます。サードキム・ウンビン、風はバッターにとっての追い風です。ホームからセンター方向、ね、いや先ほどは逆風かなと思ってましたけども、はい、今意外に打球伸びたんでね、あれと思って今旗見ますとちょっとこうフォローになってますね。そうですね、2番のキム・ウンビンがバッターボックスです。どんどん行けっていうような指示が出てるかもしれませんしね。そうですね、落としてきました。ファーストは石岡、インコースしっかりついた後の今のね沈めるボールでしたね。いや今のなんかもう本当に圧巻ですね、2ストライクノーボールなわけですからね、はい、でも今日はそのストライクの中で、勝負すると、うん、もう本当に2イニング投げても最小の球数というようなことを考えられますよね。そうですね、2ストライクからあのボール、今のはきっと見逃せばボールですけども、うん、でも本当にバッターが手を出さなきゃいけない類のね、はい、それくらいの、高さから落としてきたボールでしたからね。そうですね、初球打ちはセンターの前にボールが弾みます。3番チェ・テインのヒットです。2アウトランナーは1塁。センターに弾き返していきました。2アウトランナーは1塁。バッターボックスには4番の指名打者ユン・ソクミンが入ります。木下は外に構えました。ピッチャーの足元抜いていきます。センター前ヒット。ツーアウトからヒット2本でランナーは二塁一塁です。ある程度狙ったところだったと思いますけどね、そうですね、ただ積極性が勝っていると言いますか、うん、もうストライクが絶対来るよというような感覚で立ってますよね、はい、今もうなんかあのアウトコースのいいところだと思うんですけども、そうですね、まあ、強いて言えばどうですか、高さがもうちょっと低かったらっていうところはありますけども、初球からね、ファーストストライクを取るのにそんなに四隅を狙うっていうような感覚はないでしょうから。そうですね、バッターボックスにはダニー・ドン、去年からネクセンの一員になりまして、去年は124試合。最後は外に沈めていくボール、空振りの三振を取ってスリーアウト、ランナー2人残塁です。1回の表、吉見はランナー2人背負いましたが0点に終えました。今の左バッターのデニー・ドンに対しての最後、これは何ですかね、チェンジアップですかね、まあ、やはりインコースのストレートはありましたよね、はい、あれがやっぱりちょっと効いてるんですよね、バッターにしてみればまたあのボールが来るんじゃないのかなっていうような気持ちがある分、ちょっとこう腰が抜けたようなスイングになりましたけども、はい、セカンドジャン・シウン背番号26、サード、まあ、2アウトから2本のヒットは打たれましたが0点に収めています。まあ、それはもう吉見の持ち味ですからね、はい、いやヒットを打たれても、いやホームに返さなきゃいいんでしょっていうような冷静な部分は持ってますから、あとはね今日のテーマであるそのストライクゾーンの中で、はい、どういった形で、勝負そしてアレンジしていこうかなっていうようなものがあるとするなら、うん、まあ、初球をカンカンとセンター前打たれましたけども、はい、でもそれはまずストライク先行しているという証でもありますし、
まだ僕、入団しても2年目だから、いやそんな強い口調で言えませんよとか、はい、そんなあの先輩に物申すことなんかできませんよって言ってるようでは、やはり、ね、コミュニケーションがやっぱ大事なポジションですから。そうですよね。去年のシーズンは3割3分4厘を類ですね、これはね。そうですね。飛ばせるボールではないだけにやっぱり 2-3 ですからね。そうですね。レフトに上がります。レフトの遠藤を掴んでワンアウトです。7番セカンドジャン・シウン背番号26。今のはもう木下が構えていたところら辺に行きますよね。そうですね。 2-3 というフルカウントの生かし方っていうのは多分あると思うんですね、はい、それでもベース板から外れたところに行ってしまうと簡単にやはりフォアボールを与える、そしてバッターとすれば普通に見逃せますから、うん、その中でやはり2ボール2ストライク見逃しの三振。同じようなところわずかに入れてきましたね、いや今ね吉見もちょっとニヤッとしましたけども、はい、その前のボールも素晴らしいボールだったんですよね、そこでストライク取らないならじゃあ1個だけ中に入れてあげるよと、いうような感覚に見えましたね。そうですね。いや素晴らしいボールでしたね。2アウトランナーなし。バッターボックスは8番キャッチャーの住所さんです。ショートへのライナー、これで3アウト。予定の2イニング数を0点に抑えました吉見。2回の表ネクセンは0点に終わっています。まあ、予定の2イニング数ヒット2本ということで、それから三振は2つ奪いました。ゴロのアウトがファーストゴロの1つだけ、あとはセンターフライ、レフトフライ、ショートライナーという内容でした。まあ、ストライクゾーンの中で勝負をするという一つのテーマの中で2イニング数をこの吉見は投げ終えましたけれども、井上さんの目にはどういうふうに映りました？まずまずですよね、うん、今ちょうどベンチの様子が映ってますよね、はい、吉見と木下がこう話をした中で、ね、あいいボールだなっていうボールがボール球だったと、うん、その後にじゃあもう1個投げてやるよという形の中でのストライクを取って、見逃し三振取るあたりがですね、はい、やっぱり素晴らしいかなと。コントロールがもうここですよ、ここしかないってところに ね、やっぱ投げ込むあたりがやはり、コントロールいいピッチャーにしかできない技ですよね、うん、球数はちょうど30球でした、うん、